な絵。こら若葉当然じゃ、わしが見た変な景色を描いたものじゃからな。嫌なこと、嫌いなことや忘れ去りたいもの、そういうものをみんな捨てられるところ。そこがここ、亡室の最果てよ。亡室？お、今日はカレーか。うまそうだな。俺たちにも食わせろよ。いいだろう。一人で食いようがずっと楽しいぜ。ねえちょっと、うん、私より可愛い子一緒に食べる。一人で食べたって美味しくないでしょ。こっちおいでよ。誰、私知らないの。今朝のホームルームで自己紹介したのに。長野県花枝小学校から参りました、東玲子と言います。オカルト大好きっ子なんでよろしく。全然無視してた。ちくしょう、インパクト足りなかったか。というわけで、あんた幽霊とか信じる？これなんかさ、ちょっとアズマさん、そいつに関わるとろくなことが起きないわよ。私たちの間では魔女って呼んでるわ。時々その子の周りを黒い影が飛び回ってるし。その子に連絡網を回した生徒は次の日に熱を出し、隣に座った子は風邪をひく。とにかくその子とは仲良くしない方が身のためよ。みおりちゃんの言う通りよ。呪われちゃうわよ。そうそう。で、みんな偶然でしょ。全員正解。オカルト好きのくせに。いるのかいないのかわからないのがオカルトの魅力よ。目に見える偶然をこじつけて呪いだなんてありえない。だから私は全然気にしないからね。私んちって結構裕福でさ、パパにいろいろなところに連れて行ってもらったり見せてもらったりしてね、この世のびっくりするものは一通り見てきたのよね。だから一度でいいからこの目で見てみたいのよね。本物の幽霊ってやつ。あ、ねえ君、僕の首知らないかな。面白半分で幽霊に興味持ったりするとひどい目に遭うわよ。私にも関わらない方がいいから。今まで私のオカルト趣味に悪口言う奴は星の数ほどいたけど、真剣に忠告してくれたのはあなたが初めてよ。ありがとう。私の家こっちだから。じゃあね、若葉ちゃん。また明日。あたしは全然気にしないからね。でも、本当のことを言ったら、私は本物の幽霊が見える。見えるだけじゃなくて、付きまとわれる。そいつに関わるとろくなことが起きないわよ。だから私は、一人でいいの。ピポー。